しか。いただきます。ロピアで買ったんだけど、全部セットハンバーガーの味どう？なんかシンプルな味、ケチャップとか、うん、おいしき、おいしき、食べ方難しいね、うん、野菜いっぱい入ってる、うん、チキン、うん、チキンとハンバーグ、ハムとハンバーグとチキン、からしマヨネーズ、からし、からしマヨネーズってこと、うん、ハンバーガー何個分ぐらいだろうね、うん、3個分ぐらい、うん、給食何だったの今日、黒コッペパンと、うん、サバ、量は足りてんのそれ、昼満足、うん、じゃあ量結構あるんだ、昼あんま食べれない僕、でもさ今さ時間がさ、うん、4時35分だね、うん、給食何時に食べたの、12時半に食べた、あ12時半に食べて、じゃあ1時ぐらいまで食べたんだ、うん、それでそのハンバーグいけちゃうんだね、お前お腹空いてないんだけど、うん、コッペパンは1個でしょ、みんな足りるのそれ、でかいの、あ、そうなんだ、そのハンバーガーと同じぐらい、うん、そんな大きくはない、こんな、へえ、やっぱり食べてる時が一番好き、うん、何してる時が一番好き、運動、運動、うん、本当、うん、うん、で、2番目は2番目何してる時が好き、勉強、ごちそうさまでした、あんまお腹空いてなかった割には結構食べたね、うん、今日夜ご飯も食べれない、食べない、いただきます。もうお腹空いてる今。うん。さっきさ、モンスターバーガー食べた時さ、今日夜ご飯いらないって言ってたよね。ん？食べようね。食べない。気のせい、うん、ママの、うん、すごい勢いだね、ん、すごい勢いだね、すごいお腹空いてたんだね、うん、これ美味しい、お米
なんかどこからあるでしょ。ないよ。熱い。どうしよう、米余ってる、どうすればいい。昆布持ってくれば。ん？昆布。冷蔵庫の中にあるよ。何やってんの。はい、お待たせいたしました。こちらが粉活セットです。昆布は中に。明日の朝に回そうと思ったんだけど、余ったやつ。お店屋さんでもさ、カツの代わりお願いしますとかないよね、あんまり。うん、一通りカツ以外も取ったんだ。うん、待って、今思い出したけどさ、水着今週中に買って、もう始まっちゃう。ラッシュガード買ってね。ラッシュガード日焼けするから。え、日焼けするから。もう十分日焼けしますけど。日焼けになりたくないの。ここら辺が日焼けするとよくないらしい。なんか何で調べたの。ソーシャルネットワーキングサービス。ごちそうさまでした。